スノーマン佐久間大輔キャラポーズのレパートリー2000個以上、さんまにおすすめポーズを伝授。本日1月23日20時から日本テレビ系で放送される、踊る。さんま御殿、に佐久間大輔、スノーマンが出演する。今回の番組テーマは、国民的漫画家&漫画で人生を学んだ有名人。漫画、筋肉マンの作者、ゆで卵の一人である島田隆史、賭博黙示録怪事の福本信之、宇宙兄弟の小山中也ら人気漫画家たちを前に漫画好きな佐久間は、レジェンド中のレジェンド、と大興奮する。また、漫画の影響を受けまくったこと、というトークテーマで佐久間は、アニメや漫画が好きすぎるあまり、ダンスや動画、写真撮影時に使うキャラクターポーズのレパートリーが2000個あることを明かし、中でも大好きだという、バキ、シリーズのキャラポーズを披露する。さらに MC の明石家さんまに、舞台の簡単な振り付けを覚えられない、と悩みを相談された佐久間は、振りを忘れた時にごまかせるおすすめのポーズを伝授する。